はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はコメントでありましたが、サントリーの冬の豊潤がうまいということで、今回、冬の豊潤でございます。限定出荷、冬季限定、これは第3のビールです。アロマホップ2倍、華やかな香りと豊かなコク、アルコール度数 5%。 この冬だけの香り高い味わい、厳選された粒入り麦芽を使用するとともに、香りが豊かなアロマホップを贅沢に2倍使用、こだわりの素材と製法によって実現した華やかな香りと豊かなコク、この冬だけの限定醸造です。本当かな、この冬だけっていうのがちょっと気になるんだけど、来年とか去年とか、これ冬の豊潤ってこれなんかありきたりな名前だから、なんか出てるんじゃないかと思うんですけど、天然水 100% 仕込み、原材料が発泡酒かっこ麦芽、ホップ、糖類とスピリッツかっこ小麦と炭酸ガスとなってます。まあなんかね、まあ僕の、動画でコメントがありまして、これが美味しいというふうにコメントをされてた人がいたんで、ね。まあぜひ買ってみようかなと思って、買ってみた次第でございます。そんじゃ乾杯。ちょっと色が濃いですね。色が若干、琥珀色。赤っぽいかな。乾杯。うん。あ、これあれだわ。麦とホップの赤みたいな感じの。麦ホ赤に似てる。味が。ああ。うん。うん。いや、美味しいですよ。うん。冬の豊潤。うん。ちょっと苦めだね。冬の豊潤。くぐりまーす。9月30日限定販売となってます。うん。10日工程で麦汁を煮沸する。デコクション製法で豊かなコク、旨味を実現。となってます。うん。うん。結構苦めですね。第3のビールにしてはしっかり苦みが出てる。うん。うん。苦みと、コクも出てますね。うん。うん、これは第3のビールにしては非常に美味しい。部類ですね。確かに。うん。コメントがあるように。これまずかったら、普通に、ね、まずいじゃないかっていう風にね、言おうかなと思ってたんですけど。これほんと結構、コメントには左右されない人間ですから。こう、100人が100人、こう、うまいよ、これうまいよって言ってても、俺が、飲んで、実際まずかったらもうまずいって断言できる、勇気がありますから、僕は。
これは第3のビールにしたら非常に、だいぶ、なんていうのかな。だいぶ味が、その方向性がだいぶ決まってて、しっかりしてるね。結構第3のビールって決まりきったような味ばっかりが結構特徴的なんですけど。これはいわゆる麦とホップの赤のような味わい。ちょっと黒ビールと普通のビールと黒ビールを混ぜたような感じの雰囲気。まあ苦いっていう感じなんだけど、まあでもそれなりに香りもあり。まあ第3のビールでもね、黒ビールがあるぐらいですから。第3のビールと黒ビールの第3のビールを混ぜたみたいな感じの味わいになってますね。これは美味しいですね。最近ね、そう、買ったんですけど、こちら。まあ、関係ないんですが、めちゃくちゃ関係ないですけど。セブンイレブンのキャラメルポップコーンっていうのが売ってるんですが、こちらですね。うまい。こちらが、最近の買った中でおすすめの、俺の中でのおすすめ商品です。こちらですね。結構キャラメルがめちゃくちゃくっついてて。でですね、これね。某。原宿に売ってる。ギャレットコップポップコーンだっけ？ギャレットポップコーン。確かそんな名前の。ギャレットポップコーンっていうですね。原宿に売ってるんですけど、こちらに非常によく似てる。こちらですね、実はこのギャレットポップコーンというのは非常に、超有名店でですね、原宿で、ぐらいですか、売ってない、ポップコーンの店舗なんですけど、こちらがですね、超人気でですね、もう毎日のように行列ができるという、やつなんですが、店なんですけど、こちらのね、味に、まあこれ、俺以前、お土産でもらったことがあって、キャラメル味と、チーズ味とかがあるんですけど、まああといろいろあるんですけど、これのキャラメル味を食べたことがあって、ものすごくうまい。でですね、それにね、非常によく似てるというか、もうほとんどその味、まさにその味なんです。これが、びっくりすることに、このギャレットポップコーンの味なんですよ。いや、本当に。でですね、こちらが、S サイズが、390円ぐらい。だいたい390円。このキャラメル味。キャラメル味で言うと、390円。そして M サイズが620円。L サイズが930円。そして缶のやつが、
1240円。そして、ワンガロン缶というでかい缶のやつが2880円という、バカ高いキャラメル、まあ、ポップコーンなんです。だがしかし、こっちが、セブンイレブンで売ってる。ね。やつなんですが、まあ、値段、55グラムで、160円ぐらいかな。うん。そんぐらいで買えます。うん。これに比べるとものすごい安い。うん。これやばい。はっきり言って。多分ね、原宿とね、東京駅。でしかこれギャラズとポップコーンって売ってないんですよ。うん。ねえ、特に、もう高いと、値段が。うん。なんですが、セブンイレブンでね、手軽に買えるこの、うまさ。ポップコーンのね、この常識を覆す、うまさなんです、これは。本当に。このね、見えるかな、この感じ。ここにキャラメルがめっちゃくっついてんですよ。うん。まあ、ギャレットポップコーンはもっとくっついてんだけど。もうほんとキャラメルっていう。これが非常に甘くて美味しい。これがね、コンビニで買えるっていうのはすごい。うん。とは思いますね。うん、これはすごい。うん、美味しい。これあのやばい。うまい。今度チーズ味買ってみようかな。これめっちゃうまいですよ。本当に。ぜひ、これ買ってみてください。ものすごく酒の動画と関係ないですけど、セブンイレブンのキャラメルポップコーン。キャラメルポップコーン。メール。ググったら出るかな。結構多分人気あると思う、これ。キャラメルポップコーンでググります。結構このキャラメルポップコーンってやっぱ人気あるんですね。ああ。やっぱキャラメルのポップコーンって結構俺ね、食ったことなくて、普通のポップコーンって言ったらいわゆる塩とかバターの味の、あれなんですけど。うん。こんなにうまいとは思わない。ね。まさかしかもセブンイレブンで売ってるとは思えないほどのうまさ。今、セブンネットで見ましたけど、55g が12個入りで、これが12袋で、2100円。ってなってるから。まあ、うん。いや、これはね、確かに東京に、まあ、いる人はまあ、そのギャレットポップコーンでいいんだけど。うん。そう考えてみるとね、まあ、ギャレットポップコーンでいいんだけど。うん。僕のように、かなり、東京から離れてる人間に。うん。
考えると、非常に素晴らしいほどの、コストパフォーマンス。まあ、ほとんどね、これはね、食べ比べないとね、多分分からん。ん？あ、やっぱり、あの、ネイバーまとめで、ネイバーまとめっていう、あの、サイトで紹介されてます。セブンイレブン、あ、セブンプレミアムのポップコーンがうますぎてやばいらしい。っていうので、ものすごい、あの、なんか、書いてありますね。セブンプレミアムキャラメルポップコーン 55g、括弧1ケース12個入りが、セブンネットショッピングで約3時間で品切れになりました。再開されたらまたツイートします。セブンイレブンのポップコーン売り切れだよ。キャラメル味超美味しい。食べたいが、しかしどこにも売ってないだって。マジで？どこにも売ってないってお前東京だろ。あ、セブンイレブンでは地域限定だって。東京、千葉、神奈川で発売されているようです。あれ、新潟でも売ってんだけど、これ。セブンプレミアムキャラメルポップコーンとチーズポップコーン。ゴールデンウィークの実家生活中めっちゃハマって見かけるたびに買ってたのね。で、こっち帰ってきたら売ってない。そして東京、神奈川、千葉のみ販売と知り、セブンネットでも売り切れ。早く全国発売をということで。2014年の5月20日にツイートされてますけど。それから半年近く経ちましたが、新潟でも売ってます。うまいです。うん。これはうまいわ。やっぱり。あ、やっぱチーズポップコーンもうまいんだ。チーズが濃厚で美味しいと。うん。いう声が聞かれてます。有名店の味を再現。セブンプレミアムのポップコーンはドリトスやチートスで有名でジャパンフリトレーが製造しています。そしてあのギャレットポップコーンショップスを運営しているのもジャパンフリトレーなのです。あ、そうなんだ。会社が同じなのか。どういうやけんや。味同じようなもんだ、あんのかな。製造元が同じなのか。関東限定みたいです。セブンプレミアムのポップコーンは関東限定らしいです。にしてもめっちゃうまいな、これ。やっぱり。うまっ。セブンネットショッピングでも買えます。これは、これ1袋 55g 入りなんですけど、それが12個入ってて、2268円。税込みで。だそうです。は？あ、チーズポップコーンの方が、量が少ないのか。チーズポップコーンがね、33グラムしか入ってないみたいですね。それで12個入りで、チーズポップコーンが、
税込み1908円となってます。へぇ。いや。いや、これうまいぞ。俺個人的に、これはうまいっす。うまい。確かにね、ポップコーンとしては確かに高いんですけど、2倍ぐらい高いんですけど、普通のポップコーンね、塩味の。だけどね、これはうまいわ。カラメルのポップコーン。うますぎる。あ、マジで。どこでもかしこでもやっぱり。なんか売り切れ続出らしいですよ。へえ。キャラメルポップコーンの方がうまいらしい。ていうかやっぱ。あ、やっぱキャラメルポップコーンの方が美味しいみたいですね。チーズポップコーンの方があんまり売れてないみたい。キャラメルとチーズだとやっぱキャラメルの方が美味しいらしいです。しかも値段がね、このキャラメルポップコーンがね、200円ぐらいするわ。ごめん、間違えた。160円とかって言ってたけど、間違えたわ。多分、画像で見る限り、189円じゃんってね。チーズポップコーンが159円。みたいです。うまこれ。うめえ。あ、やっぱうめえな、これ。これはうまい。ちょっとね、ほろ苦さがあるんですよ。このキャラメルポップコーン。今度チーズ味買ってみよう。多分売ってるわ、普通に。ちょっとね、なんか、ほろ苦さがあるっていうか、まあでも、本家のギャレットポップコーンの、と、開発がフリトレーで同じなんだから。ジャパンフリトレーとセブンイレブンが共同開発した商品らしいんで。いや、これはうまいわ。いや、はっきり言ってね、ギャレットポップコーンは高い。で、多分ほとんど変わらんわ。味として多分、食べ比べないとわからんぐらいのレベルなんで、確実にこっちの方がうまい。
値段安いし。こっちを買うんだったら、いや、ギャレットポップコーンを買うんだったら、絶対こっち買った方がうまい。いい。そう思いましたよ。うまい。キャラメルが189円で、チーズが159円。ブラウンシュガーを使用。これすごいな。やっぱキャラメルポップコーンの方が人気が高いみたいですね。いやー、だってうまいもん、これ。めちゃくちゃうまいもん、これ。めっちゃうまいよ、これ。はっきり言って。いや、本気で。ちょっとほろ苦さがあるんだよ、これ。甘さと、苦さっていうか。うん。あ、アマゾンでも売ってるみたいだね。いやー、これはもうギャレットポップコーンの、あれだわ、お株を奪った感じだね。うん。うん。うん。うまっ。やば。止まんねえ。手が止まんねえ。やべえな。やばい、もうなくなるわ。もうなくなってしまう。なくなってしまった。これはうまい、うまい。本当にうまい。うん。結構ツイッターでやっぱりかなり、つぶやかれてるみたいですね。うん。関東地区限定？関東地区限定って言っても、まあ、新潟に売ってるからな。新潟でも売ってるってことは、まあ、まあ、あれなんだろうな。うん、多分大丈夫だと思う。案外売ってると思いますよ。うん。まあでも酒に合うのはチーズなんだじゃないの。うん。ちなみに、この 55g あたりで、エネルギーが 259
9キロカロリー、タンパク質が 1.3グラム、脂質が 10.5グラム、炭水化物が 40.6グラム、ナトリウムが 309mg となってます。まあ結構カロリーは非常に高いですね。100g あたりと考えると500キロカロリーぐらいはあるということで、非常にカロリーが高いものとなってますが、これで、この本家のギャレットポップコーンの方の、栄養成分を見てみますと、キャラメルクリスプ、まあ、いわゆるキャラメル味がエネルギーが 100g あたり、467キロカロリーだから、こっちの方が高いじゃねえかよ。あれ？こっちの方がカロリー高いぞ。あら。タンパク質が。ああ。こっちの方が高いじゃん。あ、高いわ。こっちの方が高い。全体的に。むしろギャレットポップコーンの方がカロリー控えめだぞ。ということはこっちの方が甘いということになるな。多分。なるほど。まあいいや。とりあえずまあいいや。とりあえずもう、他の話に移ろう。コク4。甘みはない。普通。香り。普通ぐらいかな。まあ、とりあえずね、この動画では全く関係ないんですけど、ぜひ、ギャレットポップコーンではなく、セブンイレブンのキャラメルポップコーンを食べることをおすすめします。コクを4つ、コクが4つ星、甘み3個、香り3個、おすすめ3個、4個となってます。ご視聴ありがとうございました。